せいやソルジャーズソウル。北欧アスガルドの神オーディーンの地上代行者であるヒルダのもとに、伝説のゴッドローブをまとった7人のゴッドウォーリアが新たに結集した。ここに彼らの打倒サンクチュアリを目指した熱き戦いの火蓋は切って落とされたのである。サガの野望が打ち砕かれ、平穏がもたらされたのもつかの間。サンクチュアリでタウラスのアルデバランが何者かに襲われ、アテナ・キドサオリのもとに謎の戦士が現れる。彼は自らをゴッドウォーリア、ゼータ星のシドと名乗り、アテナに宣戦布告を告げる。ゴッドウォーリアの主である北欧アスガルドの神オーディーンの地上代行者ヒルダ。彼女はアテナに代わり地上を支配する野望に取り憑かれたのだった。アテナと共にアスガルドに向かった聖夜たちは、氷河の助けたヒルダの妹フレアから恐るべき事実を聞かされた。ヒルダは何者かの力で邪悪な心に囚われているというのだ。彼女の指にはめられたニーベルンゲンリングを外し、その呪縛を解かなければ、今までヒルダの祈りによって守られてきた北極と南極を覆う全ての氷が一気に溶け出し、この地上のほぼ全域が水没してしまうというのである。アテナは自らのコスモを持ってそれを防ごうとするが、食い止めることができるのは日没までの半日足らずでしかなかった。一刻も早くヒルダを指輪の呪縛から解き放とうとする聖夜、氷河、シュンたちの前に、アスガルドの伝説の戦士七人のゴッドウォーリアが立ちはだかる。ここに新たなる熱き戦いの火蓋が切って落とされたのだった。日が沈むまでにヒルダを捕らえなければ、アテナ・サオリのコスモがつき、地上は海に沈んでしまう。ヒルダのいるワルハラ宮へ向かう聖夜と氷河、シュンだったが、彼らの前にゴッドウォーリアが立ちはだかるのだった。お前はガンマ星フェクダのトール、ミョルニルハンマーによってお前たち三人の首ことごとく跳ね飛ばしてくれよ。ワルハラ宮までまだまだ道のりは遠いというのに、こんなところで手こずっていた。よし、このまま俺に任せて、お前たちは先へ進んでくれ。ミョルニルハンマー、ペガサス流星剣、やったぞ。2本のハンマーを流星剣で跳ね返した。ガーシュン、ヒョウガ、トールは俺たちの作戦を読んでいたんだ。俺の流星剣がミョルニルのハンマーを跳ね返したんじゃない。奴は最初からヒョウガとシュンを狙って投げたんだ。今度はペガサス、お前の番だ。なんて凄まじい憎悪に満ちたコスモなんだ。ゴッドウォーリアとは一体。お前たちのように暖かな太陽の下でぬくぬくと暮らしてきた奴らには分かるまい。この北の果て極寒の地アスガルドの人間にとっては、すでにこの地に生まれた時から戦いは始まっているのだ。だがこれからはこのアスガルドがサンクチュアリを叩き潰し、世界に君臨し支配するのだ。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。ミョルニルハンマーを受けてみるがいい。はいと、我ら七人のゴッドウォーリアーはヒルダ様の偉大な力によって蘇り、伝説のゴッドローブを身にまとい、ヒルダ様を守り戦うのだ。俺たち
アテナを守るためにここにいるんだ。ローリングあまり甘く見るんじゃないぜ。こちらくだ。やっと今まで全然したどんな相手だが諦めるわけにはいかない。ペガサス流星剣。ここで諦めてしまったらダブルさん。こちらくだ。やっと当てろ。こちらへ。やっと戦えばいいんだ。このコールの強大なパワーに打ち勝つことが俺にできるのか。こちらくだ。俺たちは自分で懸命に戦いながらいろいろなことを学んだ。生徒の誇りを忘れず逃げてはいけない。奴の剣をよく見るんだ。アルデバランのグレートホーンでアイオリアの高速剣を見切ったこの目で。アルデバランの最大の剣タイタニックハーキーズ。ゴッドウォーリアを甘く見るな。俺は打ち破ったんだ。あの時アテナを助けるために必死だった。俺のコスモ、コスモがみなぎる。ペガサス流星拳終わりだ。ウィナス、ウィナー、俺のコスモの方が少し上だったようだな。俺のコスモはこんなものじゃない。ヒルダは何者かによってニーベルンゲンの指輪をはめられその魔力に操られているんだ。だから俺たちは黙れ。もはや問答無用。戦うのみ。そこまでだ。無事だったか、セイヤ。シリュウ、遅れてすまん。老師の元から今駆けつけたんだ。シリュウ、俺のことより氷河たちを頼む。俺がトールを食い止めてる間にヒルダのところへ向かってくれ。そういうわけにはいかんのだ、セイヤ。なぜだ、シリュウ。俺は老師からアスガルドのヒルダとゴッドウォーリアについてお聞きしたのだ。さすが老師はすでにアスガルドの異変に気づいておられた。そしてヒルダを邪悪へと導いた者はニーベルンゲンの指輪であろうということ。しかしニーベルンゲンリングの持つ魔力を断ち切ることができるのは伝説のバルムングの剣を使うほかないという。そしてバルムングの剣を手に入れるためには7人のゴッドウォーリアたち全てを打ち倒し、そのゴッドローブの守護石オーディーン・サファイアを集めねばならんというのだ。ということはシリュウ。うむ、ヒルダの指輪を外すだけではダメなんだ。7人のゴッドウォーリアをことごとく俺たちの手で打ち倒さなければ。バカな、そんなことができると思っているのか。シリュウ、お前の話を聞いて生き返ったぜ。トールは必ずこの俺が倒してみせる。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。ミョルニルハンマーを受けてみるがいい。はいと、こいつを倒さなければ沙織さんは救命で、俺は勝つしかないんだ。なるほど、俺の剣を浴び傷つきながらペガサスのコスモは僕らがますます高まっていく。所詮ここまでがゲット。昔のヒルダ様のコスモは何よりも高かった。一回の会議でも俺にも慈愛の言葉をかけてくださった。しかし今はやはりペガサスを見ていたことは助かったかもしれない。あの気高く美しいヒルダ様はまるで変わられてしまったのだ。何を言っても、ヒルダ様は我らゴッドウォーリアーにとって唯一絶対のお方。俺はゴッドウォーリアー、ガンマ勢フェグダのトールなのだ。フェグダのトール最大の余計なことを考えた。俺が許すべきだろう。ヒルダ様のためにこいつを倒すこと。コスモを燃やせんだ。究極のコスモを頑張れ。ペガサス水星拳。これで終わりだ。ウィナー、俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。
ペガサス流星拳ディーハー。見事だ。そうだペガサス、お前ならヒルダ様をあの時のような気高く温かなコスモに包まれたヒルダ様に戻してくれるかもしれない。バカな、俺の流星拳は確かに奴の体を貫いたはず。なのにまだ立っていられるなんて。ならばもう一度。待てセイヤ、奴はすでに息絶えている。トール、お前。トールの目から涙が。セイヤ、これが老子の言われていたゴッドローブの守護石オーディーン・サファイアだ。つまりこれを7つ、いやあと6つ集めればニーベルンゲンリングの魔力を断ち切るバルムングの剣を手にすることができるのだな。このまま4人で向かっては時間の無駄になるだけだ。よし、手分けしていこう。奴らの目的はアテナだけではなく俺たちを倒すことにもある。必ず俺たちの行く手に現れるに違いない。よし、みんな絶対に死ぬなよ。ゴッドウォーリアを倒し必ずワルハラ宮で会おう。よし、行こう。